新潟縦断30市町村アポなしラーメンツアー久しぶりのラーメンツアーでございます。いや、待ってましたよ。やってきました。今回は十日町市でございます。そしてふーちゃんの希望ということでこちら来てます。いきますよ、ドン。出ました、美人林。まあ、私十日町といえばこの美人林すごく有名ではありますけども、僕も今日初めて来ました。いや、すごい、ずっと行ってみたかったんですよ。ふーちゃんも初めて、はい、だから行きたかったってことですね。いや、だって名前がいいじゃないですか。美人になれますよね。あ、美人になれるってこと、うん、いや、世の中の女性はみんな美人だから大丈夫ですよ。そういうのいいんで。あ、そういうの良かったですか。そういうのいいんで。一個ちょっと気になったのが、注意、熊出没。いや、めちゃくちゃ怖いよこれ。何らかを引き裂いてるからね。熊鈴の音聞こえますけど。そうだね、さっきね、あのたまたま通った観光客の方、熊鈴めっちゃつけてましたからね。持ってきてないよ、大丈夫かな。声張ってれば多分来ないから。はい、あの熊やっぱ怖がりですから、うん、でもうちょっとチラッと見えてるんですけど、もうすごい幻想的。正面すごくないこれ。え、いや、すごい、ふーちゃんこれ、すごい、いや、すごいよ、もう北欧にいるみたいだよ。見て、バーン出ました、美人林。ちょっとまた上見上げてもね、めちゃくちゃ綺麗。でも、うわ、すごい、どこまでも林じゃないですか。そうだね、いや、本当にすごい、これは。このロケーションなかなか壮大ですね。え、だってもう奥のもう見渡す限り林よ。林というか、もう木か。すごい。ああ、いいですね。美人林というか、壮大な自然に力をもらっているというか、だいぶ心が洗われてんじゃないですかね。なんかちょっと言ってますね。なんすかその呪いの呪文みたいなやつ。え、いや、もっとこうね、幻想的な、この自然豊かな大地、そして地球よありがとうみたいな、なんかそういうすごい壮大なこと言ってるのかと思ったら、美人になりますように。なりたいじゃないですか。いや、でもみーちゃんすごいね、これは。ね、いいですね。ちょっと右も、あ、左も、そして、あ、上も、もう360度、もう綺麗。美人。そう、美人。いや、でも林が美人ってどういうことって思ったけど、もう美人ですよ。いや、完全に、あの、いい名前つけられましたね。誰目線だよ。みーちゃん、はい、本題いきますよ。そうでした、はい、じゃあ本日も、はい、Google 先生に十日町市でおすすめのラーメン店を聞いてください。はい、お願いします。ました。 OK Google、 十日町市でおすすめのラーメン屋さん教えて。はい、出ました。来た。意外と電波入んだね、ここね、うん、結構もうバッチリ入ってます。バッチリ入ってます。さすが、さすが有名観光地。じゃあ早速行きましょう。はい、お願いします。こちらです。じゃん、麺日和そらや。はい、今日麺日和なんですよ。いや、でも、うん、久々のラーメンツアー再開で、まあ確かに麺日和でしょう。そらやさん、もう、はい、行きましょう。お腹空いてきたね。セブちゃん、はい、着きました。行きますよ、こちら、ドン。出ました、麺日和そらや。アポ取りに行きますか。行ってきます。ね、ふーちゃん、今その直前にで申し訳ないんですけど、ピンマイクが壊れまして、ちょっと店内のね、はい、音をもう拾えない状況です今。はい。なのでちょっと、どんな状況なのかは、こっち把握できませんが、ちょっと頑張って許可取ってきてください。わかりました。ちょっと状況を教えてくださいね。はい、はい、じゃあ、いってらっしゃい。できます。ピンマイクが断線してしまいまして、ちょっと中の音声は拾えていませんが、許可取れるんでしょうか、どうなんでしょうか。お、来た。 OK です。お、OK。 え、めっちゃいい店主さんでした。めっちゃいい店主さんだ、はい、優しいね、やっぱり。
十日町市、はい、最高じゃないですか。最高っすね。ちょっとおすすめも聞きました。バッチリ、はい、教えてもらいました。じゃあ行きましょう。はい、はいはい。あ、いいですね、はい、じゃあ最初に食券を。あ、食券制度ね、はい、なるほどなるほど。特製ラーメン、醤油ラーメン、塩ラーメン、野菜味噌ラーメン、コクから味噌ラーメン。あ、これなんかすごい人気ありそうな。店長っす、絶対これなんだろうな。豚骨ラーメン、つけ麺、お子様ラーメン、豚辛ラーメン、すごいめちゃくちゃありますね。おすすめ何でしたか。こちらです。いやでしょうね。もう絶対これだろうね。特辛味噌ラーメンね、はい、野菜の旨味と辛さが癖になる辛口味噌ラーメンということで、へえ、美味しそう。特辛味噌ラーメン楽しみだね。はい、綺麗な店内だね。なんかレストランみたいな、ね、ガラス張りだからね。開放的な感じじゃないですか。ね、あ、来た。お待たせしました。すごい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 。わわわわ。あら。あら。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。チャーシューが美味しそうねこれ。じゃん。ちょっと。いただきます。うわ、うまっ。辛さがピリピリくる中になんかクリーミーなまろやかさがあります。ただ辛いだけじゃないと、うん、いや美味しそうね、ふっちゃんそれ。いや、ね、これ絶対美味しいでしょ。でしょう。うんうんうん、やばえ、もっちもちですよ。もっちもち、もちもちした中太麺が辛いスープに合います。気になってたのが、はい、チャーシューめちゃくちゃ美味しそうじゃん。なんか光ってますよ。おー、いったね。おー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 、柔らか。表面はちょっとカリッとしてて、ね、中でホロホロ崩れていて、もう最高のチャーシューです。チャーシューもさることながら、はい、具が結構多くない。味玉入ってるでしょ。見える範囲でもやし、きくらげ、水菜、うん、あと、まあ、ネギ、うん、そんな感じ。そうですね、あとキャベツか。あ、キャベツも入ってる、はい、さあ、もうきくらげとかもやしとか入って、これ麺と一緒に。うわ、豪華。冬場やっぱいいね、温まる。な、鍋に入れて持ち帰りたい。持ち帰らなくていいよ、食べて食べて帰ってください。ということで、十日町市編以上です。美味しかったですね。美味しかったね。どの市町村行っても美味しいラーメン屋あるもんだね。あるもんですね。本日も皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。